1分でわかるマイナー武将シリーズ。今回紹介するのは佐々正治だ。誰？前半生は不明だが、佐々成政のいとこだという。天正13年頃、佐々成政が正治とその弟長成を秀吉へ推挙し、召し抱えられた正治は、丹波の瀬郡三千石と摂津鳴尾村500石の領主になったと伝わる。天正19年夏、鳴尾村で天正北郷妃事件という義民騒動が勃発し、領主として、夏塚正家、真下長森、前田源氏の三部領らと共に問題解決に当たった。結果的に村民26名が処刑される、という大事件が起こったにもかかわらず、正治は咎められることはなかった。1594年に正治は没し、後弟の長成が受け継いだ。関ヶ原の戦いや大阪の陣では、長成の家系は一貫して徳川に味方したが、正治の嫡男長利は、大阪の陣で秀頼のお使い番として戦死。鳴尾の佐々家は5代続いたが、5代目当主正純が東照事件を起こし、改易、を英断絶となった。